5回目のね、やった。バレないよ。すごいよな。で、また十何時間後にはそれぐらいやり始めるわけでしょ。てか、何のゲームやってたのあの人、そもそも。何でそんなに時間を使ってるわけ？時間上がったね。うわ、マジか。小亀の夜分、森蔵、あ、たまりありがとう。デブウサギありがとう。ロクサスですかね。ありがとう。レッドブル大好きだけど、知らなくてゴン太人間ドック行けないみたいなことが起こったみたいな。あいつ絶対行った方がいいだろ。炊き込みコパン、山コン、コガムレバーありがとう。あたばありがとう。じゃあそれはクラウドファンディングしようよ。ねえだろうな、失業してるからな。Final round. 意外と立ち回りだいぶ使える組み合わせですか？まあそうね、他の組み合わせに比べれば使えるけど、まあ相手のプレイっていうか動きによるのかな。前に来られてると危ないからね。小亀の刃はたばりと。デブウサギ、ありがとう。テラフォンありがとう。うわー、めっちゃ運ぶな。っていうかその、糖尿病のやつがここから先何を悪くなるところがあるの？どういう可能性があるの？なかった。お画面でもありがとう。頭ありがとう。あれゴンタってちなみに今配信してる？してない？ OK。 あ、いや別に話がしたいとかじゃなくてやってんのかな。わらきやー。あれ俺立っちゃうよな。で、ボゾカメラのハーターボーネイチェンガン勝利。ありがとう。あら。いなぁ。ストリートファイターで卒業って樋口だけかな、そういえば。違う、忍びね。忍び。ボルズありがとう。デブウサギありがとう。モグ、ハタボありがとう。ホガメライブありがとう。あと30分で全てわかる。え？あ、そうなの？発表があるんだ。忍びの定期配信ってこと？いやー、これ遅いか。あるに、ああ、いや、そうだね。見てえな。ちょっとテクい。ヤマコンボリのコガメライブもグーハタバリだと。ああ。危なかった。ユニパンありがとう。時間まくりありがとう。これってでももう最大じゃないでしょ。2ヒットさせた時点で。モググ、ヤマコン、あたばありがとう。ボルザありがとう。確かね、サマ一発かじゃないと最大じゃないって先生が言ってた気がする。投げ CA はもう減らねえって言ってた気がするな。減れたなんかね、2ヒットしたらもうダメとか言って。じゃあもう、狙うとこねえじゃんと。前は投げからが扱ったらしいんだけど、投げの補正がかかっちゃって。じゃあ結局サマー単発からじゃないと最大なんないよね、みたいな。押し立てました。東島。先生忘れてるの珍しいね。大抵覚えてるもんね。ああ。ボイザーありがとう。山子ありがとう。頭ありがとう。水もありがとう。ちょっとダメなんだよな。遠すぎたよー。むずいかこの辺で。あ、調べたいことある。調べたいことが、台パンにさ、V リバって読みでヒール打っとくと、一応返せるんだけど、そこ調べるの覚えといて。ブルゾーデコ、シコタロス、ハタバリだと。ちょっと待って、今、俺の見間違いじゃなければ、チリ太郎がスト5起動したんだけど。チリ太郎だった気がするんだけど。わあ、ブルゾー、アタボー、ありがとう。またかな、ありがとう。V バに、あ、遅らせ。あ、そう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 。なんかそう、そんなあって、で、なんかね、確かね、スキル2が仕込めたんだよね。台パンに、リレーでスキル2やると、どのタイミングで V リバさしても、なんかスキル2が出たんだけど、まあ、スキル1選んでるから、うん。多分それなくて。なんかね、結構調べたんだよな。忍びと当たるときに。俺コンボとか伸びてるんだけど、トリックのリターンとか考えると、ぶっちゃけ2だと思うんだよね。こういうのが。めっちゃ安いやん、これタイト。位置も入れ替えになんないし。追い詰めた時飛べるし、逆に追い詰められた時も飛べちゃうっていう。強みがなくなるのはいかがなもんかと思うけどなぁ。Round two. Fight. Sonic Boom.ユズのはね、技の空振り隙がでかいから、すごい嬉しいんだよね。ちゃんと差し返せる。大パン V スキル2の V リババリは一応大パンにかなり遅らせ V リバするとポイズン V スキルになれない現象があります。ただこういう形シャラム中盤 V スキルだと無理。あ、ボイズハターボイズありがとう。ああ、間に合ったかな。いやー、オノキャ先生と会ったことないね。オノキャ先生会ったことない。ハゲの軍団です。ニュアバンシュみたいなもんだ。オニアバーシュって何だったっけ、漫画。ウルペンか。大将結構強かったよね。あれ人気あったろうな、腐女子から、あの大将。あ、回しちゃったけど。ブルドア頭ありがとう。お頭か。お頭ね。ちょっと強さ足んないよな、お頭。余談のボスぐらい強ければよかったのに。ピヨンピヨン。本当にターザンだな。子供の頃こんな遊びしたわ。獅子王強かったね。で俺ケンシンがねかなり嫌いで、ファブルの考察はなんかいいのにな。剣士のことすげえ嫌いだったな。アパであるか。ブレダイだな。あ、4回やったかな。頭でだー。